今回は江戸時代の15回目についてお話しします。まず空欄ですね。自分でどれだけ埋まるか確認しましょう。では一時停止ボタンを押して確認してください。はい、どうぞ。では行きます。今回は町についてお話しします。では最初ですね、本町人と呼ばれる人たちはどんな人たちか。まずこんな人です。屋敷地を持つ人。屋敷地というのは簡単に言うと土地ですね。では彼らを何というか。答えは地主と言います。では次ですね、家屋敷を持ち住んでいる人ですね。家屋敷というのは土地と建物、屋敷両方ですね。では彼らを何というか。答えは家持ちと言います。でこういった地主と家持ちという本町人が町の自治に参加可能です。今まで村についてやってきましたよね。で村の自治に参加するのが可能なのは本百姓と呼ばれる自分の土地ですね、田んぼ畑を持っている人たちだけでしたよね。それと同じシステムです。では次です。ではその役人ですね、この3ついきましょうか。では最初です、町年寄り、それから町名主、そしてガチ行事と言います。で彼らが町奉行の下で調整を担当します。で町は彼らこの辺ですねを中心にあるルールに基づいて運営されていました。ではそのルールのことを何というか。答えは町法や町掟と言います。では次ですね、土地を借り自分で家屋を建てて住む人たちですね。で町の運営には参加不可能、できませんですね。家は自分で建てるんですけども土地は借り物ですよと、そういった人たちです。なんというか。答えは地借りと言います。で彼らはここにもありますね、町の運営には参加できません。やはり土地を持っていないとダメなんですよね。ではその下です、家屋の全部や長屋を借りて住んでいます。で彼らも町の運営には参加できません。どういった人たちか。答えは借家とか棚借りですね。ですからここ町の運営ですけども、本百姓という人たちが町を運営していましたよと。でこの町の役職3つですね。ですから農村とシステム的には非常に似てますので、あと言葉の違いをぜひとも確認しておいてください。今回はここまでです。ありがとうございました。